今ね、ぐるっと用事を済ませてきてね、図書館行って、じゃないか、その前に楽天ポイント、ビッグカメラと、ローソン、それから、ビッグカメラとローソンでしょ。それから、図書館に行って、図書館で、本を借りてきて、一冊返して、浜松駅のインフォメーションセンターに行って、チラシを1枚もらってきて、で終わりという感じでね、一仕事でもって、これからローソンの、南阿蘇田行って、楽天チェックインやって、で次はローソンの日発支店だったっけ、行って、でクリエイト行ってお買い物して帰るという流れだね。日陰にいると寒いのよね。日向にいればあったかいんだけど、今ね、一枚脱いでね、上をね、暴風のために着てきたんだけど、やっぱ一枚暑くてね、もう歩いてて、で京林堂でね、柿ピーを一つ買ったのよね。148円のやつプラス消費税だからね、それ買って、でまあ京林堂ポイントはもらって、続けて楽天ポイントをもらおうかと思ったら、楽天ポイントは200円からですと言われて、楽天ポイントはもらえなかったと。確かにそうよ、楽天ポイントは200円からなのよ、ニコレンタカー。分かっちゃいるけどもね、いつも柿ピー2つ買うのよね、大体ね、1個だけじゃなくて2つ買うから200円以上になるのよね、370円みたいな。あ、南口から行けばよかった。こんな方から行ったら遠回りだ。で何で1個だけしか買わなかったかっていうと、1個しかなかった、棚にね、棚に1個しか置いてなかったと。棚に1個もなかったらね、地下1階の方に行ったんだけど、まあ1個でいいやと思っちゃったから。200円で1ポイントか、楽天ポイントは。あそこに静岡銀行があるということは、静岡銀行を過ぎたところで右に曲がればいいわけだよね。あ、ここ浜松神社だったっけ、違うか、鹿島神社か。浜松神社はあれだもんな、南部中の方だもんな。
ああ、ここ自転車屋があるんだな。おお。杉薬局って使ったことないよね。買い物したことないよね。何系なんだろう、杉薬局って。本格パスタ。ここなのかな。セーサー国際高等学校、こんなのあるんだ。浜松学習センター、なんて読むんだろうね。セーサーっていいのかな。今日はいつもよりちょっとスピードは速いと思うんだけど、自転車のね。もう昼になっちゃうんでね、ちょっと飛ばしてるって感じ。さあ、ローソン到着。ここからクリエイトに行くにはどうやったら近いんだ？クリエイト。これまっすぐ行っちゃうとマクドナルドに出るわけだから、そっち方向じゃないんだよな。まだこっち行くのかな。両方1ポイント。今日は1ポイントばっかりだね。電源切らないでこのままいっちゃうか。どういったらいいんだろうな。
マクドナルドだから、やっぱこっちだよな。Google マップで調べないんだけど。外人さんがほっともっと食べるんだ。適当に走ってるな、本当に。これがあそこに行って、あ、メガドンキーに出る道か。だからやっぱもっと南なんだよな。こんな風が強い日に何燃やしてんだ、俺。このツルもすごいね。この通りはどこに出るんだろう。あ、これまで中学のところか。これを行ったらメガドンキーか。美容院っていうのはもうあまり立地関係ないのかな。駐車場さえちゃんとあれば。これはどこに出るんだ。ここは多分俺は初めて走ると思うんだけど。